ビーナスシリーズ第十四戦シリーズ初日第七レース勝ちましたのは四号艇高田光選手ですお疲れ様でしたありがとうございました丸亀のタオルプレゼントとなります、はい、ありがとうございますどいくださいそれではレース見ながら伺っていきます、はい、さあ高田選手四コース角からのスタートです、はい、スタートはどうでしょう全速で行きましたかスタートは全速で行きました、うん えー、そして、ここからの船足、どうでしたかうんと伸び寄りに、はい、調整をして、自分の好きな感じになっていると思います一,一マ一幕、回った感触もどうでしたか、はい、うーんと思ってたよりあの、後ろとの、定段との距離も離れてたので、タンマリの押しに関しても、はい、エンジンがすごい助けてくれてるなと思います。 エンジとアイムも6秒64と抜けた数字になりました。どうでしょう。調整されて高田選手の求めている感じにはなりましたか。そうですね。はいエンジンのポテンシャルもすごい高いので、はいちゃんと思った通りの足が来てくれて嬉しいです。何か気になるところはありましたか。うーん気になるところ。ちょっとスタートの感があんまりよく分かってないので、はいもうちょっとスタート。 の質を良くしていきたいと思いますそれでは後半レースに向けてファンの皆様に一言お願いしますはい後半も一生懸命始めます最後まで諦めないレースなので見ていてくださいそれではカメラサインお願いします十二、はい、レースドリームも生命地となりますので期待が持てますね、はい、はい、頑張りたいです面白いレースがしたいです期待していますはいはい三 a 七レース勝ちました。四号手高田選手でした。ありがとうございました。ありがとうございました。第七レースの勝利者インタビューでした。七レース払い戻し金はご覧の通りです。